どうでしょう。朝ごはんはサラダとレーズン酵母とルヴァンダネを混ぜた種で作った、ミニ食パン、あとはチョコスプレッドです。いただきます。今日のお昼ごはんは春菊と松の実のチャーハンとせいろで蒸したかぼちゃ、あと、こっちはいただき物のりんごです。いただきます。今日の夕食は玄米と、ナスと長ネギの味噌汁、あと里芋の柚子味噌ドレッシングがけと厚揚げのぬか漬けのステーキ、あと自家製豆乳ヨーグルトにきな粉を混ぜたものにバナナをのせました。いただきます。